南極昭和基地の厨房に立つフレンチシェフの青堀力さん。これ今何を？これはリンゴをキャラメルにして、キャラメルにして作っているのは南極観測隊員の誕生日を祝うケーキです。道具と材料が限られている中、工夫しながら作ります。暖かいところにゼラチン入れたんですけど、冷やしたいんで今雪で冷やしてます。裏に雪があるんで便利です。青堀さんの同僚のシェフ内村さんら2人のお祝いです。普段は自分がこうやってあげる側なんですけど、やっぱ、まあ、こういう場所で逆にこうお祝いされるとすごい嬉しいですよね。60年前昭和基地を開設した第一次隊が作った建物、現在は倉庫として使われています。実は青堀さんが南極に来たのは今回で2度目です。前回この場所にあるものを保管していました。これはピザ窯です。ピザ窯の簡易キットですね。9年前に僕が持ってきたやつです。隊員の手を借りてピザ窯の部品となる耐熱レンガを運び出します。料理人としての修行をイタリアンから始めた青堀さん、1時間かけてピザの生地をこねていきます。翌日は1年間基地を守ってきた57次越冬隊の送別会なのです。そこで感謝の気持ちを込めて本格的なピザを振る舞おうと考えています。それでは皆さん一緒に楽しみましょう。ありがとうございます。いよいよ送別会が始まりました。季節は夏とはいえ、気温は氷点下になる昭和基地。屋外に設置した釜の温度を上げるのには時間がかかります。観測隊員と一緒に作った本格的なピザが次々と焼き上がっていきます。美味しいです。美味しいしか言えないから。今月1日、昭和基地の運営が57次隊から青堀さんたち58次隊にバトンタッチされました。腰痛を防止するベルトを巻いて向かうのは基地の冷凍庫です。重いもの多いですよ、冷凍品20キロ越すのもあるんで。越冬隊員33人の1年間の食料として35トンの食材を持ち込みました。そのうち冷凍庫に運び込まれたのはおよそ20トンにもなります。冷凍ものでも状態を見ながら、ああもうダメになってきてると思ったら先に使わないといけないので、はい、まあ、多分並べ直すだけじゃなくて物の状態も確認しながらやってます。マイナス20度に設定された冷凍庫、整理と管理も大事な仕事です。11月末に出発した南極観測隊は4ヶ月で日本に戻る夏隊と、さらに1年間南極にとどまる越冬隊で構成されています。この日は間もなく基地を離れる夏隊のお別れ会。南極料理人青堀さんの腕の見せ所です。焼き上げているのはローストビーフ。これまで共に過ごしてきた夏隊のために限られた予算をやりくりして特別な食材も用意しました。今日世界三大珍味全部出ます。トリュフ、キャビア、フォアグラ、これと並行になるよ。南極での食の思い出を持ち帰ってもらうため、青堀さんが腕によりをかけた料理が並びました。青堀さんの料理に込めた思いは、間もなく昭和基地を去る夏隊の隊員に届いたのでしょうか。
いや、これ美味しいですね。なかなかここは南極でしょうかという味です。この味をかみしめて日本に帰ります。いや、よかったです。本当みんな喜んでくれて、感無量です。越冬隊員には個室があります。青堀さんの部屋を見せてもらいました。荷物の段ボールを開く時間もないほど忙しい日々。奥さんから送られてくる2人の子供の写真が青堀さんの疲れを癒します。ほっとしますよね。子たちにこう自慢できるような仕事をして帰りたいですね、はい、みんなこんなに喜んでくれたんだよっていうのを見せれるような仕事を、はい、やって帰りたいと思います、はい、娯楽が少ない南極での生活では食事の時間が一番の楽しみと語る越冬隊員も少なくありません。南極料理人の青堀さん、共に厨房に立つ内村さんと、これから1年間越冬隊33人分の食事を1日3食作り続けます。